方、佐藤輝明さんのサード、奪われる。もう鍋よでよいやんこれ。サード鍋よ、ライト佐藤輝でいいやろ。これ。板山、いかんでしょ。開幕前の掛布、佐藤は鍋よの存在によって、うかうかしてられない。なんで佐藤外されたんや、昨日の10回のやつ。今の佐藤輝明は全く、ボール見れてないからしゃあない。あんなに期待されていたのにどうして。ノイジーってもしかして当たり？今のところ当たりなのに、阪神ファンはなぜか騒がない不思議。苦労と気取って低弾道の外人は、アベレージ残しても外れとか、にわか丸出しの奴ら多かったし、本塁打打たれたら、恥ずかしくて何も言えないんやろな。守備別に普通じゃない、何が下手なん。セカンドの範囲が狭いだけや、サードなら言うほど範囲いらんしな。でもサトテルは、どこかで復活してもらわんといかんやろ。渡辺陽はいい選手やし、サトテルと両方スタメンで出したら、重要打線組めていいと思うが。